今度12月なさるリサイタルのね、お客さんに聞いていただきたいっていうポイントをお話しくださいますか。そうですね、まあ、まず、はい、もちろん今年のリストイエスという、はい、記念 で、 ですけど、私ももちろん録音も今回録音、はい、しても、リストのプログラム、リストのソナタとか他の記憶をついてるし、とにかくプログラム、レコーディングの話ですね、はい、プログラム2年前ぐらい録音して、はい、それでやっぱりリスト家関係ない、この間リリースされたし、そうですね、それで リスト家の記念だから、はい、それでこれ合わせて、あれ素晴らしいじゃないですか。この間聞いてびっくりしました。とにかくとにかくリストの録音したつもりで、はい、記念だから、はい、録音しよう、ね、しようってではなくて、それと、とにかくリストの音楽をすごく興味がと思いますから、自分の気持ちがそういうふうになったっていうことですね。 はい、それでやっぱり2年前録音して、はい、まあ後で、あの時全然リストの家っていうことは全然考えないでね。そうですか。いや、CD すごくいいですよ。一番新しいリリースですね。そうですね、そうですね、そうですか。それで今回もちろんその理由で、はい、発売した理由でも、はい、メインコンサート、東京のメインコンサートだから、12月のリストの一番メイン記憶も、はい、そのあったわけですね。ああ、そうですか。そういう意味 と、 まあ、作りたいですね。リストの。それで他の記憶ももちろんショパンの記憶とか、はいはい、ショパンの記憶も最近2年ぐらいと思います、はい、2年ぐらい、はい、ショパンの記憶ばっかり、はい、やってます、はい、そうですか。それで、ショパンも必ず弾きたい。2枚ぐらい出てますよね、ALM で、うんうん、ショパンの CD ね、うん、そうですね。そうですか。それでリストの CD の前、ノクターンとかソナータ、はい、2番ソナータとかも残りのノクターンも、はい、入っても、今回も私は今11月新しい録音、はい、するつもり。11月に新しい録音、それはそうですね、それショパンのプログラム、ショパンで。あ、そうですか。それで新しいのプログラムの一つ記憶コンサートのプログラムを書いてるっていうようなことですね。ああ、そうですか。うん、それとショパンのこういうわけですね。はいはい。あとはシューマンの。シューマン、はい、今年本当に久しぶり、多分10年ぶりもっとかもしれない、はい、シューマンの記憶、新しい記憶も。ああ、そうです。前にね、東京でなさったリサイタルにシューマン入れたプロでやってらっしゃいませんか。私はシューマンの大きなのがホマレスクっていう大きなホマレスク、はい、そうそう、何回しましたけど、でも大きなコンサートだったかなと、ちょっと今そうですか、はい、よく思い出せない。やっぱりシューマンなんかだとか、うん、ブラームスなんかの曲もすごく合ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、私にすごく近い、もう一番近い心を感じるわけですね。ヨーロッパの音楽の、まあ、19世紀の、ね、あ、なるほど、一番近いかもしれないし、それで前回も私、はい、シューマンの録音しました。シューマンのプログラム、はい、シューマンだけ、はい、発売はいつになるか、まだちょっと、多分来年春の頃、多分
発売してくれます。だからこんな素晴らしいピアニストだいうことをできるだけね皆さんに知っていただくといいなと思いますね。ありがとうございます。で何ザラフィアンさんは日本の文化についても興味はありだとか漢字を読むとか。そうですね、それ本当にとても興味の深く、そうですか。深くもう 2,3 年ぐらい本当に気違いで漢字勉強しました。でよくあれですか、旅行なんかに出られますか、日本国内の。そうですね、そうです。まあ旅行と、まあ、もちろん仕事あるときはもちろん一番多い、旅行ということは沖縄だけ2回くらい沖縄に来ました。でも行った時のね、自分が受けた感覚というものは必ずあれですよね、自分の音楽のどっかに、まあ、すごく影響入ってませんでしょうか。影響がされていますと思います。ああそうですか。で、まあ、その文化の中にはなんか俳句も割とか聞いてますけど、そうですね俳句、そう前回ちょうど前回本がたくさん買って、俳句の本、俳句の辞典とかいろんなの説明。それはあれですか、日本語本でお読みになるわけですか。そうですね。そうですか。じゃあ地引き弾きながら。そうですね。日本のもちろん古典文学は、とても面白い私に、まあ日本の本当に。平安時代とか、平安時代の一番興味あるかもしれない。あ、そうですか。いや、ずいぶんなんかで興味持ってらっしゃるお話を、なんかの雑誌で拝見したんじゃないのかな。でも地弾きなんか低いのはそんなに大変ではないですか。画数だとか、いろいろ作りだとかそういうことを見ながら聞くわけですか。そう多分かもしれない。そうです。そうですか。いやぜひこれからも活躍していただきたいと思いますのでね、まあこんな機会持たせていただいたんですけど。今一番大事に。あそうですか。まあもちろん、そうライブの、今日の時々すごい調子がいい、満足したりとか失敗したりとか、そんなの、マシンじゃないからもちろん、そうですね、100% とか気持ちであるか、でないか、これも大切だと思いますけど、でも録音やっぱりゆっくり本当に、100% までつ伝えることができると思いますから、本当にすごく大事にして、大事に。あ、そうですか、なるほど。まあもちろんいろんなプログラム考えてる、シュライの新しいレコーディング、まず今度はショパンのプログラムですね。はい、私あとまあチャンスがあったらハイドのプログラムもやりたいと思います。